1928、1929 19年頃の慶応義塾体育会野球部。慶応義塾体育会野球部は、東京六大学野球連盟に所属する大学野球チーム。慶応義塾大学の学生によって構成されている。球界に幾多の人材を送り出し、早稲田大学野球部と共に、日本の野球の発展を支えてきた、今日では、ルーツ公的存在である。 OB 組織の名称は、三田クラブ。ユニフォームは、グレー色の生地に、K o と表記されたもの。野球帽には、K の1文字が取り付けられている。1915年、シカゴ大学の野球チームと共に、三田津の町球場体育会野球部合宿所、日吉グラウンド、日吉グラウンド1884年頃から、アメリカ人教師ストーマーの指導で野球を始める、熟成が現れ始め、 日本初の野球チームと言われる新橋アスレチッククラブにも参加し、練習を行っていた。1888年にアメリカから帰国した岩田慎太郎が塾内に野球を奨励し、三田ベースボールクラブが発足した。この時を野球部の創設としている。1892年には塾体育会創設とともにその参加となり、 翌1893年6月19日には、当時最強と言われた一校に初挑戦で勝利を収めた。1901年には、日本の野球チームで初となる国内遠征を観光している。1903年11月21日、新校チームであった早稲田の挑戦を受け、三立名町球場で第一回の総計戦を行い勝利を収め、両校は、 翌年から春秋2回の定期戦を行うことを確認した。1904年6月2日、前日の早稲田に引き続いて一校を、月期派、1893年の時と違い全員、レギュラーで望んだ一校を破ったことで喜び早の有名は一挙に轟き、喜び早戦は一躍日本球界の覇権を争う試合として、大きな熱狂を呼んだ。 しかし応援合戦が加熱したことから1906年11月10日、一勝一敗で迎える第三戦の前日に中止となった。以後、喜び早戦は1925年の東京を6大学連盟結成まで19年にわたって中断されることとなる。喜び早戦中断の間も慶応は技量の向上に努め、日本球界の発展をリードする存在であり続けた。 1907年10月にはハワイセントルイス大学を招いて国内初の海外チーム招待試合にしてこれも国内初の有料試合を挙行した。その後もアメリカの大学チームをたびたび招へ1908年にはハワイ、1911年にはアメリカ本土に遠征を行い29勝20敗1分と勝ち越しを収めた。 同年 OB 組織としての三田クラブが設立し、早稲田 OB 組織である東門クラブとの間に三田東門戦を始めたが、早稲田から絶縁状が届くなど喜び早間の亀裂は埋まらずにいた。一方では、総武間もない明治大学野球部を指導し、1914年からは、喜び、早、民の三校からなる三大学リーグ戦が始まり、法政大学、立教大学が、 相次いでこれに参加。1925年、東京帝国大学が、当時の5大学連盟に加盟、これを機に喜び早戦再会の機運が盛り上がり、内海孝三と竹光国夫が中心に、再会に応じないチームを外して、新しいリーグを設立するとして喜び早良好に、再会を迫った。しかし現役部員は歓迎したものの先輩たちが、応じようとしない。 桐原真嗣首相らがこれを必死に説得、ようやく同年秋から喜び早戦が再開された。またこの年、初代監督として、三宅大輔が着任した。1926年からは名称、腰本樹が監督を務め、やがて、山下実宮武三郎、水原茂、牧野直太からの春英たちが集まり黄金時代を形成した。 1928年中期リーグ戦では10戦全勝で優勝を飾った。この全勝を挟んで20連勝を記録。これは現在でも破られていない6大学連盟の連勝記録である。1929年、宮武と早稲田の新人、小川翔太郎との対決は、全国的な熱狂を集め、宮武・小川時代と呼ばれる空前の喜び早戦人気を、検出した。 その後1930年代に入ると法政と立教の台頭、加えて明治が4連覇を果たし、1935年には腰本が辞任後救世するなど優勝から遠ざかったが、1939年、周期リーグ戦で7年ぶりに優勝を達成した。しかし折からの軍部、文部省による野球弾圧は激しさを極め、1942年周期リーグ戦を、 最後に、東京六大学連盟も、翌1943年4月に解散を、余儀なくされる。同年10月には、法文系学生の徴兵猶予も解除され、いよいよ野球部の存続も危うくなった。ここで、当時の首相、堺森一が代表となって、出陣学徒の花向けとして喜び早戦の開催を、塾長、小泉晋三二次基小泉もこれを快諾し、 早稲田側が大学当局の理不尽な妨害に苦しんだものの10月16日に最後の喜び早戦が実現した。これを最後に部員の大半が戦地へ借り出され、1944年5月を最後に活動を休止した。結局太平洋戦争終戦までの間に、桐原ら OB を含む20名が戦争の犠牲となった。 1945年10月28日の6、大学 OB 紅白戦、そして11月18日の前傾早戦で、戦後の野球がスタート、1946年からは東京6大学リーグ戦を復活した。大島信夫、ベッドを薫る、加藤進村が戦地から帰ってきた慶応は、復活第1回目のリーグ戦を5戦全勝で制覇。 1947年には、春秋連続優勝を成し遂げた。以後、早稲田と交互に優勝を分け合い、平子場正治、河井貞を、藤田元次、佐々木真也、諸木助弘らのスター選手を養子再び、黄金時代を到来させた。1950年代後半には、長島茂雄らが活躍する立教に後陣を排したこともあったが、 前田祐吉が監督に就任した1960年秋に伝説の喜び派や6連戦を戦い優勝は一したが、この頃から再び上昇軌道に乗り、6大学発の完全試合を達成した渡辺康介らの活躍で1964年までの間に3旅リーグ戦を制した。だが、当時の通算本塁打大記録を樹立した。 ヒロのイサオヤエトウ・らの主力が卒業した1966年春季リーグ戦ではチーム力が一気に低下し史上初の再開という屈辱を味わった。しかし若い近藤良介監督を中心に猛練習でチーム力を上げると翌1967年春季リーグ戦ではエース藤原誠の大活躍で涙のリーグ優勝を果たした。 その後1971年周期からは、AS 萩野智康に、松下克美、山下大輔らの協力打線で、チーム最多連覇となる3連覇を果たした。ところが、この3連覇の異業を最後に、長く暗い低迷のトンネルに入り込んでしまった。後藤敏彦、堀場秀高、青島健太らの高打者が神宮を沸かせたものの法制、明治、早稲田の画像を崩すまでには至らず、 1977年春季、1981年春季には、またも再開転落の悲哀を味わった。このどん底からの再生を託されたのが前田であった。1982年に、前田が二度目の監督に就任すると、チーム力は徐々に上向き、1985年、周期リーグ戦では1年生エース志村亮の大活躍に、相場金、中、 沢新一らの強力打線が火を吹き、実に13年ぶりのリーグ優勝を10勝無敗1分で飾り、ようやく57年ぶりに2本目の白線をストッキングに入れることに成功した。この快挙で完全に息を吹き返した慶応は、前田の指導の元選手たちが伸び伸びとプレジ、数々の偉業を打ち立ててきた。1987年には24年ぶりに、 全日本大学野球選手権大会を制した。この年の首相、猿田和美、エース、鈴木明は共に2年浪人して境内に入学。二浪組が活躍する慶応らしい、日本一だった。通算3 1勝を挙げた、志村、リーグ屈指の右腕、鈴木明、三冠王、大森剛らが、神宮のみならず、大学球界を代表する名選手として大暴れした。 1990年春には、喜び早選史上に残る12年ぶりの総計部位決戦を展開。優勝こそ逃したが、NHK が急遽全試合をテレビ中継し、3回戦はスタンドに入れなかった学生2万人が球場の外を囲み、急遽設置されたテレビモニターで観戦する事態となった。1991年には、小宮山正人、 大久保秀明のバッテリーで19年ぶりの春秋連覇を達成した。1994年に前田から後藤に監督が引き継がれてからも次々と好選手が現れ、1994年周期には丸山康司令がチーム戦後4人目となる三冠王を獲得、1996年春期には高橋義信も三冠を達成した。高橋は 翌1997年に、法政、田淵光一の記録を29年ぶりに破る通算23号本塁打を放ち、春季リーグ戦では5年ぶりのリーグ優勝に導いた。2000年周期には、早稲田との優勝をかけた決戦を制して20世紀最後のリーグ覇者につき、翌2001年周期には、北隆氏が東京六大学のリーグ新記録となる打率。 535をマークするなど、開幕から8連勝の8区の快進撃で、通算優勝回数を30回の大台に乗せた。2004年秋期リーグ戦では、鬼島和志監督の元31回目のリーグ優勝を飾り、2007年には、加藤観点の高等で春、秋とも喜び早戦に優勝をかけるところまで来たが、いずれのシーズンも、 斎藤祐樹らを要する早稲田にわずかに及ばなかった。2008年は熟創立150周年、総武120周年の記念の年にあたり、4年ぶりの天皇杯奪回を目指したが果たせなかった。しかし常に優勝を争えるチーム力を蓄えており、2010年からは武士上初のプロ出身監督として、OB e の江藤昭蔵を監督に昇平。 早稲田黄金時代と呼べる状況にあった東京6大学野球で同年から2年連続春季リーグ戦に優勝することで打倒早稲田というチーム伝統の使命を果たした。また、江藤の在任中には部員から3年連続でプロ野球選手を輩出。2012年にはチーム史上初の女子選手として川崎彩野投手を登録した。戦前の宮武山下。 別当、戦後の修樹、荒野、山下、陳太を、大森、高橋など、数多くの長距離法を育成してきた伝統を持つ。また志村、加藤強など優れたサウスポーが、次々生まれるのも、慶応の伝統と言われる。水原に代表される、いかにも、慶応ボーイと言える、華やかなスターが多いのも、特徴と言えるだろう。なお江藤は、 4年の任期が満了した2013年11月に、監督の座王女監督の竹内秀夫に譲る格好で、一旦退任。2014年1月20日付で、日本学生野球連盟から、学生指導資格の回復を認められたため、同年春からは、慶応義塾の各高校野球部を統括する総監督に転じる予定だった。しかし、竹内は、 大学監督への就任直後から内臓疾患で長期にわたって入院。現場復帰の目途が立たないことから2014年2月28日には江藤が同年の東京六大学野球の春季リーグ戦期間中に再び大学の野球部を指揮することを発表した。ただし、竹内が現場への復帰を前提に監督職へとどまっているため東京六大学野球連盟には 竹内の代理扱いで江藤を助監督として登録。春季リーグ戦が終了する6月末までの指導を予定していたが、そのリーグ戦ではチームを再び優勝に導いている。秋季リーグは高田道正が助監督を務め、竹内は秋季リーグ終了後に一度も指揮を取ることなく退任した。2015年からは j x エネオス野球部監督だった。 大久保秀明が監督を務める。2019年秋季リーグは開幕から9連勝でリーグ優勝。東京六大学野球連盟代表として出場した明治神宮野球大会では3連勝で優勝し、19年ぶりの日本一となった。同年度をもって大久保監督が退任し、JR 東日本公式野球部監督だった。 堀リー哲也が2019年12月1日付で新監督に就任する。当初、10区の横にあった東海山グラウンドで練習をしていたが非常に狭く、正規のダイヤモンドを確保できないほどであった。その後、三田名町の山林を切り開いて、グラウンドを造成、第1回喜び早戦の会場となったのをはじめ、大正後期まで本拠地としていた。 その後1924年に、田園調布球場を、借用。1926年からは、東京府江原郡、矢口村の日田球場に本拠を移し、1941年に、現在地に落ち着いた。獲得タイトルは、東京六大学野球リーグで歴代4位の、計46回である。多数につき、カテゴリー、慶応義塾大学野球部の選手を参照。以下、 主な選手のみピックアップする。太地は2020年までに野球殿堂入りした人物。ありがとうございます。